さんです。今、首都高の、これは環状線 C2 かな、を羽田空港の方に向かっています。羽田空港に向かっている理由は、はい、今日はアウェー徳島線でございます。アウェーの徳島線っていうと、なんかしょっちゅう行ってる感じがしますけども、去年あの徳島は J1 でしたので、当然なかったんですけども、今年は対戦があるということで、今、いつも通り羽田空港の方に向かっております。チームは1勝1引き分けということで、非常に好調ですね。なかなか素晴らしいサッカーをしていると思いますし、一番ねポイントだと思っていた去年の延長線上の積み上げでね、いいサッカーをこうなんていうかな積み上げていくことができているかどうかっていうところだったんですけども、序盤の2戦を見る限り、それができているんじゃないかなっていうふうに思っております。でまあコロナの影響で、なかなかちょっと思うように多分最初描いてたようなスターティングラインナップを組むことができなかったりとかっていうこともあったと思うんですけども、それでもねやっぱりね急増とはいえね入った選手が、素晴らしい活躍をしてくれて、今の結果につながっているというふうに思います。今年のチームはねいいと思いますよ。なかなか楽しみですね。アウェー徳島の地でどれだけチームがやれるかどうかというのを楽しみにしていきたいと思います。ちなみに行ってスタジアム直行で試合が終わったら直帰というですね、いつもの徳島の弾丸遠征スタイルで現地滞在時間は多分6時間ぐらいですかね。6時間ぐらいですけども、四国滞在を、徳島遠征楽しんでいきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。羽田空港に無事に着きました。さあ、飛行機乗っていきたいと思います。羽田空港の駐車場ってこうフロアごとに動物の絵柄が描かれてるんですよね。今乗った3階はキリン。ドアが開きます。こっちの方行きます。南ウィングから飛び出すので、今日は第一駐車場 P1 に止めました。で、P1 から連絡通路を渡ると、そこが南ウィングってことになります。なんか今日すごい日曜日なのに羽田空港空いてる感じがしますね。徳島空港に到着しました。徳島空港って言うとやっぱりこのこの彼がね、彼が有名ですね。もうだいぶなんかひな祭り終わってから数日経ってますけど、すげえひな祭りの人形が飾ってありますね。さあ車に同乗させていただくことになりましたので、ここからスタジアムの方に車で向かいたいと思います。
寒い。東京より寒いね。ね、おはようございます。おはようございます。すいません、お世話になります。都内新球場。到着です。今時間が11時18分ぐらいなのでかなり早いんですけども、結構いつもの皆さん集まってますね。おはようございます。おはようございます。いつもの皆さん、いつもの皆さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。優しいですか？いいよ。さあ、ポカスタに到着しました。いや、風強い。風強いですね。スダチ君もいますね。オフィシャルチケッティングパートナーはピア。
前半終了です。前半1対1タイヤを折り返します。まあ風下ね、風下にいて、なかなか厳しいところでしたけども、これで折り返せるので、まあ次チャンスですね、うん、後半は部がいいと思うので、まあ、交代選手うまく使いながらうまく追加点を取りたいところです。それにしても深澤大輝のダモス張りのループシュート、最初は誰が入れたのか分からなかったですけど、素晴らしかったです。後半期待しております。さあいよいよ後半始まります。後半風上に立てるので結構有利だと思います。試合終了、1対1の引き分けとなりました。1人ね、数的優位にあったんでね、勝ち切りたかったんですけど勝ち切りませんでしたが、あと一歩ってところですね。前向きに捉えたいと思いますが、ではではお疲れ様でございました。さあ帰ります。伸ばせたな。いやこれが大きいんですよ、こういうのが。こういうの勝ちきれないとなかなかね、上に上がっていけないっていうところがありますね。今日の試合が終わって勝ち点5、順位的には5位です。1位が横浜市、2位が岡山、3位町田、盛岡ときてベルディ、徳島3引き分けなんだ、これで。お疲れ様でした。おもむろに録画を始めました。いや今日勝てれば昇格圏内ペースをね、いけたんですけども、引き分けにやってしまったので勝ち点5、順位も5位ということで、変わらずですけども、そういう結果になりました。次群馬戦なんですけど、群馬戦勝てれば、4試合で勝ち点8になるので、1試合あたりに勝ち点2ペースを戻せるので、なんとかねそこに行けるように行きたいところですね。ということで、またお会いいたしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあというわけでね、今抜けてもらいましたね。ジャボさんありがとうございます。で、今 This is ローカル空港って感じの到着ですよ。ね。東京出発まであと30分ギリギリですね。あ、飛行機来てますね、もうね。今着いたのか、うん、多分今着いた。そういうわけで徳島滞在約6時間ぐらいですかね。本当にあっという間なんですけども、これで東京に帰りたいと思います。